さいたま市の代表的な文化芸術やスポーツイベントをパネルで紹介する企画展が市内で開かれています。企画展では来年3月までの半年間テーマを変えながら市内の文化芸術やスポーツイベントを紹介します。現在は大宮の鉄道と盆栽、そして浦和の伝統産業うなぎをテーマにパネルが展示されています。また会場では来月2日に開催される自転車ロードレースツールドフランス埼玉クリテリウムを特集したコーナーも期間限定で設けられました。本場フランスで去年行われたツールドフランスで入賞を果たした選手4人のサイン入りのジャージなどが展示されています。また大会の表彰式で使用されるバックボードのレプリカもあり、記念撮影を楽しむこともできます。埼玉クリテリウムの特集コーナーは今月9日、鉄道と盆栽のパネル展示は来月中旬まで開かれます。その後はスポーツイベントが埼玉マラソン、文化芸術は人形と漫画にテーマが変わります。企画展はさいたま市浦和区の埼玉りそな銀行埼玉営業部1階ロビーで来年3月まで開かれます。